はははいこんにちはドキです今回はですす今回ね引き寄せの法則をもっとわかりやすく前編ということで話をしていきたいなと思います、まあ、引き寄せの法則っていうと色々いろいろな勘違いがあると思うんですね まあ実際にですね、質問をさせていただきますと、引き寄せの法則というのはじゃあどういうことなんですかという質問をさせていただいたときに、実際にあなたがどう答えるのかによって、その勘違いというのがあまあ浮き彫りになってくると思うんですけれども、引き寄せの法則の勘違いで多いのが、ですね、イメージ的にですよ、イメージ的になんですけれども、人や物、物体というのが自分のところにこう飛んでくるようなイメージが、 あるんじゃなないかなと思うんですね、まあ、あとはもしくは目の前にパッと現れてくるとか、まあ、そういったちょっと魔法がかったようなイメージ、ですね現実的にちょっとありえないようなことが起きるんじゃないかというようなイメージをされている方っていうのが非常に多いと思うんですけど、まあ、そういったことは100%ないわけですよ、人や物体が自分のところにビューンとこう飛んできたりとかね。 1 0ル先にあるもの、1 0 0ル先にあるものっていうのがいきなり自分のところにねビューンと飛んでくるということっていうのは100%絶対にないっていうことですよね、まあ、少なくともこの地球上には、えー、ありえない現象だということです、まあ、地球上に住んでいる以上は、まあ、地球の法則っていうのがありますよね、まあ、まずは万有引力の法則っていうのがあって、まあ、重力がありますとこの地球上には重力があるのでね 10メートル、20メートル、100メートル先にある、ね、質量、物の、ね、重さがあるものっていうのが、いきなり自分のところにビューンと飛んでくるっていうことは、まず絶対にあり得ないということですよね。だから人や物、それ以外のもの、すべてにおいて、物質的なものが自分のところにいきなり飛んでくるっていうことは絶対にあり得ないということですよね。まあ、宇宙空間とか、まあ、重力がない世界とかね、情報空間のような空間で、 あれば、もしかしたら可能なのかもしれないですけど、少なくともこの地球上では絶対にあり得ないということです。なので、そういったなんとなくこう幻想的なイメージをです、ね、持っている方というのは、ここで、ねえー、ちょっと整理していただきたいなと思います。まあ、要するに、引き寄せられたように感じた、引き寄せた感覚があったということがすごく大事なんですよね。まあ、物理的なことで、まあ、さっき言った通り物が飛んできたということではなくて、 起きた出来事ですね自分の目の前に起きている出来事が何かこう引き寄せたように感じたということの方が重要なんですね。まあ、欲しいと思っていた情報が目に飛び込んできた、耳に入ってきた、で会いたいと思っていた人が偶然のようにね、えー、自分の、まあ、情報としてこう入ってきたり、まあ、いきなりパッとね街中で会うってこともあるでしょうけど、まあ、そういうようなことをですね。 これは引き寄せた感覚になっているということですよね。まあ、要するに物質的に、まあ、物理的に引き寄せた、まあね、何かが飛んできたというよりも自分の認識の中で引き寄せたというように感じたのであればもうそれは引き寄せで成立しちゃうんですよね。まあ、要は認識できるようになったとっいうことが大事なんですよ。何か物が飛んできたとかね、そういう物理的なことよりも実際は自分が 引き寄せたなっていうふうに認識できるようになっているってことがすごく重要なんですねで聞く人によってはなんだそれって引き寄せの法則じゃないじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、えー、もう実際はね認識できているだけで引き寄せは成立していると本人が引き寄せたっていうふうに思ったんだらばもうそれで OK なんですよでこれちゃんと理由があるんですねでなぜかっていうと僕たちの人生っていうのは認識によって作られてるからなんですよ 本当にそうなのかどうかという、まあ、真実というのはあんまり重要じゃないんですよね。まあ、自分が見たりとか聞いたりして認識したことによって全てが成り立っている、自分自身の人生が成り立っているということなんですね。だこの認識がすごく大事だということをこれから説明していきたいと思います。まあ、例えば職業はありますよね。職業、いろいろなあ仕事ですね。まあ、あると思うんですけど。 で日本だけでも数えきれないぐらいのたくさんの職業があるわけですよね。まあ、これを世界に広げたらものすごい数があって、それこそ、ね、僕たちがどんな仕事があるのかっていうのを実際にやってみることっていうのはできないわけですよね。まあ、認識できていない職業ですらあるわけですよ。で数えきれないくらいたくさんの職業が存在している中で、まあ、実際にあなたが体験したことがある職業というのは一体いくつありますかという、ね、質問をしてみると。 すすすごくわかりやすいと思うんですよね、まあ、どんなに多い人でも、まあ、10個とか20個ぐらいのレベルだと思うんですよ、全ての職業を実際に体験して知るっていうことはできてないはずですよね、まあ、できている人なんて一人もいないんですよ、このようにね、まあ、さらにもっと厳密に言っちゃえば、同じ職業だったとしても、職場が違えば全く違う社風だったりとか経営方針だったりするので働き方自体も違ってくるわけですよね。 だ全ての会社で働くということはまず物理的にできないということになるわけですもちろん、全ての職業を実際に自分で経験してああ、なるほど、この仕事というのはこういうものなんだなというふうに、まあ、実体験として腑に落とすということは絶対にできないということですよね、まあ、そうなると全ての会社で働くことはないですし全ての職業を体験するということは実際には絶対に不可能とどんな人間にも不可能ということになります まあこの世には時間という制約があるからですよね、時間という法則があって、僕たちの人生の時間というのは無限ではなくて、有限だから、だから全ての職業を経験するということはまず絶対にできないということですね、まあ、今の話で何が言いたいのかというと、まあ、僕たちは全ての職業、会社で実際に働いたことがないのにもかかわらず、テレビを見たりとか、ネットで調べた情報とか、 まあ,あとは人から聞いた情報とか、そういった情報で他の,他の職業というのはまあおおよそこういうものだろうというふうな認識は持っているんですよね。実際にどうである。ね、例えば、じゃラーメン屋さんというのは実際に働いたらこういうところであるとか、ね、美容室で働いたら実際美容師さんというのはこういう職業なんだとか弁護士、事務所で働いて実際に弁護士さんというのはこういうものなんだ。 っていう,ふうにちゃんとした、ねえー、事実、真実を知るということよりもお、ね、そ、えー、らく美容師さんというのはテレビで見る限りこういう仕事だからこういうふうに働いているんだろうなとかね弁護士さんというのはおそらくこういう会社で、ねえー、こんな、まあ、事務仕事も多くてねで法律に関わっているようなすごく厳格な仕事なんだろうなとかね。 実際の真実っていうのはどうでもよくて自分たちが勝手に何か得た情報に対して認識っていうのを勝手に持ってるわけですよねだから本当は他の職業が、ね、どうなってるのかとか他の職場がどうなってるのかっていう真実なんかよりも本人がどういう認識を持ってるのかっていうことの方が圧倒的に重要度が高いということなんですねでこれは職場だけに限らず もう人に対しても同じことが言えると、まあ、僕たちは世界74億人のうちに一体何人の人と実際に会ったんですかということですよね、まあ、そうしたときに会っていない人の方が圧倒的に多いわけですよね、まあ、僕たちの一生っていうのは74億人いる人の中で、まあ、せいぜい身の回りにいるたった数十人とかね数百人という輪の中で生きてるわけですよねその人間関係がが、まあ、自分が 体験する人っていうことなわけですよ、うん。自分の身の回りの人間がこういう人間だから、おそらく他の人たちもそうなんだろうというような認識で生きているわけです。まあ、ほとんどが人知らない人たちだらけなんですよね。ほとんど会ったことがない人ばかりなのにもかかわらず、まあ、テレビとかネットとか、まあ、人から聞いた情報とかね、まあ、特に外国人なんかそうじゃないですか。実際に、まあ 街中で見るってことあっても実際に喋ってどういう人かなんていうのは分からないわけですよね。うん。だからほとんどがテレビとかで見たり、ネットとかで見た、まあ外人さんっていうのはこういうものなんですよっていうような情報を参考にして、まあ、人間って大体こういうものなんだ。ね、男性っていうのはこういうものなんだ。女性っていうのはこういうものなんだっていうふうに勝手に認識をしてますよね。このことからも分かるように、 74億人の全ての人がどういう人なのかっていう真実よりも結局は自分が人間っていうものに対してどういう認識を持っているかの方が実はその人その人にとって重要なんですよこれはもう本当に今話した例だけじゃなくて全ての事象においてそれが言えるんですよね全てのものがありのままの世界よりもねありのままの世界よりも 自分がその世界をどう認識しているかの方が人にとっては重要だってことなんですね。うん。認識が先というかあり、ありのままの世界がどうなのかという真実よりも自分自身の認識の方が先であって、自分自身の認識が自分の人生世界っていうのを作ってるということになるわけです。だから、本人が何かに対して 引き寄せたっていうふうな認識があるんだったら、もうそれで引き寄せの法則はもう成立してるんですよね。なぜなら認識が全てだからです。もう自分の求めていた人に出会えることができたとか、ね、知ることができた。この人なんだっていうふうに思ったら、ね、引き寄せたっていうふうに思えたんだったら、もうそれは引き寄せなんですよ。何も目の前に魔法のようにいきなりパッてね、自分の好きな人が現れなかったとし,たしてもね、 自分の会いたかった人がパッと現れなかったとしても、出会いたかった人を認識できたっていうね、まあ、例えばネットで探していて、あこの人だと思うかもしれないし、テレビを見ていて、あこの人だとうう思うかもしれないですよね、でもそれを認識できただけでも実際引き寄せたというふうに、ね、思えたんであれば、それはもう引き寄せなんですよね、でなんでかというと、結果が変わらないからですよね、結果が変わらないからなんですよ。だって 自分が本当に本当に心から会いたいと思っていたとしますよねでその人の情報が目に飛び込んできたら何とかして会おうとすれば実際に会うことってできるんですよ、まあ、どんな手段を使ってでも会えばいいんですよねで今だったらどんな方法でもありますよね、まあ、メールを送るとかメッセージとか、まあ、コメントを送るとか、ね、SNS とかでまあそういうメッセージを送るとか まあ芸能人とかね歌手とかアイドルとかだったらファンクラブに入るとかいろんな方法を使って会う手段というのはありますよねライブやコンサートに毎回行くとかでもいいし実際に会ってるわけですよ、で本当に個人的に会いたいんだったらもうそういうそい友達になれるような何かね手段を考えてみるとかまあ本当にお金をね大金を払えば目の前に現れてくれるかもしれないですよね。うん、実際に自分の ね、誕生日になんかお祝いをしてくれる、もう本当に多額のお金を払えばそれだって可能になるかもしれないわけですよ、ありとあらゆる手段を使えば実際に会うということはできるわけですよね、うん、で心から本当に会いたいとうう思ったんだったら、ね、そこまでしてでも会いに行きますよね、だって、うんで、そして会えたのであれば結果は同じなんですよ。 実際に自分の目の前にパッと現れましたっていうね会えましたっていうのとねえ実際に自分が努力してねえ会えるような状況っていうのを作った上で会った結果は一緒じゃないですか会ってることに変わりないわけですからねだから目の前に魔法のように会いたい人がパッと現れるのと実際にどんな手段を使ってでも会いに行った会うっていう決断をしたっていうのは結果的に会えたんだったら 結果、夢は叶っているということなんですよね、本当に本当に会いたい、目の前で1対1で話したいって本当に思ってたら、人は手段を選ばないですから、どんな手段を使ってでも会いますからね、うん、でもどこかで自分にブロックが入って、まさかこの人と1、ね、対1で話せるなんてありえないっていうことを信じてるから、実際にそういう状況がありえない状況になってるだけなんで。 引き寄せたっていう感覚があってもう夢が叶ったっていう感覚があるんだったらもうそれでいいっていうことなんですよ、実際は、まあ、引き寄せは認識できなかったことを認識できるようになった、まあ、今まで目に見えなかった情報が見えるようになった今まで欲しいと思っていた情報が耳に入ってくるようになったその時に自分が引き寄せたっていうふうに思うことができたのであればそれは引き寄せの法則っていうのは成立しているっていうことになります。 なぜなら僕たちの人生はありのままの真実、ありのままの世界が大切なんじゃなくて、自分の認識が全てだから、認識が人生を作ってるからなんですね。じゃあ、どうすれば認識できるようになるのかってことですよね。じゃあ、どうすれば実際に引き寄せる、要するに認識ができるようになるのか。どうすれば欲しい情報を得ることができるようになるのかってことですよね。 これについては、ちょっと次回の動画で話していきたいなというふうに思います今回は引き寄せの法則をもっと、ね、詳しくということで前編という話でお送りしていきましたと次回の後編を見ていただけると全てが納得いただけるような内容になっていますのでぜひ次回の動画も楽しみにしていただければと思います、はい、それでは今回の動画がです、ね、あなたにとって何かの参考になったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです こういった動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、動画の下にメルマガ登録の URL がありますので、そちらからメルマガ登録していただくと僕と直接やり取りできますので、ぜひそちらの登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは最後までお聴きいただき感謝いたします。ありがとうございました。